哲也君、塩川君。日本共産党の塩川哲也です。デジタル関連法案について質問します。最初にマイナンバー制度についてお尋ねいたします。マイナンバー制度の意義についての政府資料を見ますと、政府はマイナンバー制度、社会保障税番号制度によって、公平公正な負担と給付が行われる社会を実現するとして、納税改革、給付改革を行うとしております。しかしながら、この納税改革といいますが、そこにはこの企業負担という観点が欠落しているのではないかと思うんですが、この点についてはどうでしょうか。内閣官房、冨安内閣審議官。ご答弁申し上げます。マイナンバー制度は行政の効率化と国民の利便性向上を実現し、公平公正な社会を実現するデジタル社会の基盤であり、マイナンバー法に規定する社会保障税、災害対策の各分野の行政事務において利用されます。マイナンバー制度は税務当局が取得する所得や納税の情報をマイナンバーで内寄せし、所得把握の制度を向上させる。マイナンバーを活用し、社会保障給付について支援を必要としている者に対し、迅速かつ適切に給付するなどにより、公正公平な負担と給付を実現するための基盤となっております。ただ具体的な、今、政府がございます、納税改革、あるいは給付改革といったものがございますけれども、これはそれぞれの、その納税でしたら財務省、あるいは総務省、社会保障でしたらそれぞれ厚労省といったところが主担として検討されているものと承知しております。で、法人でございますけれども、番号制度には国税庁長官が法人等に対して指定する法人番号がございます。例えば税務当局に提出される各種申告書や法定調書に法人番号が記載されることにより、法人の所在地や名称が変更しても法人を特定し、その法人の税務情報を効率的かつ正確に名寄せ、突合することが可能となるなど、行政事務の効率化や課税の公平性が図られると承知しております。ただ、先生がおっしゃいました企業の負担等につきましては、それぞれ、おそらく税ですと財務省、あるいは総務省、社会保障保険料ですと厚労省等が主担として検討されることと承知しております。塩川君。納税改革って書いてありますからね。でもしかし、今の話ですと、国民一人一人の間での納税の話であって、企業負担の観点というのは、その中に反映されてないというお話です。納税改革といいますけれども、企業の納税ですとか、社会保険料の事業主負担の立場というのが欠落をしている。でもう一点お聞きしたいんですが、社会保障税一体改革大綱を見ますと、消費税増税を行うとして、その逆進性対策として、番号制度の実施を念頭に、社会保障制度の見直しや、所得控除の抜本的な整理と合わせ、再分配に関する総合的な施策を導入するとしていました。つまり、マイナンバー制度は、消費税増税を前提にした制度だったのではないか、この点はどうでしょうか。内閣官房、冨安内閣審議官。番号制度につきましては、番号法の一条におきまして、その目的を規定しておりますけれども、個人番号 を活用し、行政運営の効率化、行政面における公正公正公正な給付と負担の確保を図り、これらの社のに対する申請届でその他の手続きを行い、これらの社から便益の提供を受ける国民が手続きの簡素化に負担の軽減、本人確認の簡易な手段、その他の利便性の向上を図るということを目的としているものでございます。塩川君。いや、逆進性対策としてこのマイナンバー制度の活用といった際には、消費税増税がマイナンバー制度の前提としてありますよねと聞いたんですが。内閣官房、冨安内閣審議官。繰り返しになりますけれども、このマイナンバー法を入れたときの目的というのは、先ほど申し上げました行政の効率化、あるいは公正な給付と負担の確保ということでございますので、そのためにこのマイナンバー制度が入っているということでございます。塩川君。経過から見ても、消費税の増税を前提にしての制度ということについて否定されませんでした。実際に消費税というのは、社会保障に回されず、大企業の減税に回されたというのは実態だと。
で背景には、経団連などの、経済団体の要望がありました。ですから、公平公正な負担と給付と言いながら、大企業優遇税制には手をつけない、消費税増税を前提にしているのがマイナンバー制度で、これでは公平公正な負担と給付にはならないということを指摘せざるを得ません。大臣、いかがですか。平井大臣。マイナンバー制度の導入の議論は、この間、現場先生もね、お話がありましたとおり、長い議論の中、政権交代を経て、そして、現在に至っているということで、もうその税制に関して言いますと、そのマイナンバーとは関係なく、その時の政権の、政策判断ということだと思います。塩川君。先ほど紹介したような経緯があるということを改めて強調したいと思います。次にデジタル庁の権限、機能についてお尋ねいたします。デジタル庁の権限、機能について、政府の説明で、デジタル庁は復興庁と同様の強い権限を持つということですけれども、どのような権限か、他省の権限との違いも踏まえてご説明をいただきたいと思います。内閣官房内閣審議官、富安隊長君。ご答弁申し上げます。デジタル庁はデジタル社会の形成のための司令塔として設置されるもので、東日本大震災からの復興のための司令塔である復興庁と同様の多少にはない強力な総合調整権限などを付与しております。具体的には、多少と異なり、組織の庁を内閣総理大臣とし、これを助ける専任のデジタル大臣を置いております。また、その総合調整を担保するために、関係行政機関の庁が十分に尊重しなければならないと規定する勧告権を付与しております。また、関係予算の一括計上配分、関連する行政各部の事業の統括管理権限等を持つことといたしております。塩川君。強力な総合調整の権限、関係行政機関の庁は、この勧告を十分に尊重しなければならないと、そういった、復興庁と同様の権限、強い権限があるということです。その上で、このデジタル庁と復興庁はどこが違うのか、地方組織のあるなしとかいうのは置いといて、このマネジメント機能等々で違いがある点についてご説明いただけますか。内閣官房、富安内閣審議官。ご答弁申し上げます。先生からマネジメントの観点ということでございますね。マネジメントの観点で申し上げます。デジタル庁と復興庁の組織マネジメントにつきましては、組織の庁が内閣総理大臣であり、庁を助け、事務を統括する担当大臣、副大臣、大臣政務官を置くことは同様でございますが、デジタル庁においては、デジタル大臣への助言および庁務の整理、事務の監督を職務とするデジタル官を置きます。一方、復興庁においては復興大臣を補佐する大臣補佐官を置くとともに、庁務の整理、事務の監督については、事務次官にが行うという点が異なっております。デジタル庁においてデジタル官を置くことといたしましたのは、情報通信技術の進展が著しい中で、デジタル大臣が事務を統括する上で、当該技術の活用に関する執権を助言する職が不可欠であることに加え、デジタル社会の形成に向けた行政各部に対する総合調整等を担うデジタル庁においては、高い情報通信技術の活用に関する執権が、庁務を整理、事務の監督国の事務レベルの責任者として不可欠と考えたところでございまして、この2つの機能を兼ねさせることで、デジタル大臣による政治判断をより迅速かつ的確にデジタル庁に浸透させることが可能となると判断したものでございます。塩川哲也君。ですから、デジタル官が置かれているという点では、事務次官にあたるその仕事をしっかり行うと同時に、このそういった専門的な知見も踏まえて、大臣に進言、意見具申をすることができるというところが、他の組織にないマネジメント機能だということであります。そうなると、いろいろ各種役所で異論があった場合でも、デジタル庁が勧告権を使って、民間からの意見も踏まえて、規制緩和などのデジタル政策を推進する、そういう仕組みということになります。で、この点が自治体との関係でどうなのかということを続けてお尋ねします。
基本方針を踏まえた重点計画はデジタル庁が作成します。デジタルガバメントに関する最上位の計画になります。で、重点計画には、国及び地方公共団体の情報システムの共同化、国民による国及び地方公共団体が保有する情報の活用など、自治体の情報システムに強く影響を与えるものになると思いますが、まあ、その通りでよろしいですか。内閣官房内閣審議官、冨安太一郎君。ご答弁申し上げます。データル社会形成基本法を第37条に規定しております重点計画につきましてでございますけれども、データル社会の形成のために政府が迅速かつ重点的に構造的施策を定めるものでございます。従いまして、法案で重点計画で定める事項は、政府が主体となって、国ですね、政府が主体となって取り組むべき施策となっており、地方公共団体に対し直接に対応を求めるものではございません。また、重点計画にはですね、地方自治に重要な影響を及ぼすと考えられる施策について定めようとするときには、基本法案第37条第5項の規定により、政府が地方6団体の意見を聞かなければならないということにしております。従いまして、重点計画を定めるにあたりましては、地方公共団体をはじめ、関係者の意見を丁寧に伺いながら進めてまいりたいと考えているところでございます。塩川君。重点計画では、そのガバメントクラウド、オープンデータなど、自治体の情報システムに強く関与することにはなりますよね。冨安内閣審議官。重点計画に定める事項といたしまして、国及び地方公共団体の情報システム共同化等に関し、政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策など含まれているところです。委員おっしゃるとおり含まれているところでございます。塩川君。それからデジタル庁の予算を通じた統括管理の権限は、自治体に対してどのような関与が可能になるんでしょうか。内閣官房冨安内閣審議官。ご答弁申し上げます。まず今予算というお話がございますけれども、まず一つその予算の前に整備方針というのを作ることにしておりまして、国の情報システム、あるいは地方公共団体の情報システムの整備及び管理に関する基本的な方針、整備方針と呼んでおりますけれども、これをデジタル庁が定めることといたしております。で、統括管理を行う、整備方針を定めることと別に統括管理ということを行いますけれども、その統括管理を行う対象は、先生がおっしゃいました、予算を出すものになります。要するに国の行政機関が行う事業と規定しておりますので、地方公共団体の関係で申し上げますと、地方公共団体の情報システムに関して、国が補助金等を支出する事業を国の事業として行う場合でございます。従いまして、データ庁が統括管理を行うと申しましたけれども、データ庁が統括管理を行う対象は、あくまでも各府省でございまして、各府省が補助金を支出行う事業に対して行います。で、その各府省が補助金を支出して行う事業が、データ庁が定めます情報システムの整備方針に沿ったものであるかどうかなどを見ていくことになります。塩川君。各府省から自治体への関与ということであります。予算通じた統括管理というのは、個別の情報システムの全プロセスを見るということです。システムにかかる予算の要求前、要求時、執行段階の各段階で評価を実施をする。補助金を出していれば自治体も対象になります。総務省を通じてデジタル庁は自治体の情報システムにも口を挟むことになる。でデジタル庁の勧告権は自治体に及ぶんでしょうか。平井大臣。デジタル庁の勧告権、デジタル大臣の勧告権ということですね。行政各部の施策の統一を図るために、必要となる事務の遂行のために、関係行政機関の庁、ですから各府省、大臣等に対して行うものでありまして、地方公共団体に対して行う権限はございません。塩川君。この総務省に勧告をして、そこから自治体に及ぶということっていうのは、当然
予算の話もありますが、想定されたものであります。で、これら一連の重点計画や統括管理、勧告権等を自治体に二重三重に介入するような仕組みになりかねない、地方自治侵害するものになりがしないのか、こういう指摘については、大臣としてはどうか。平井大臣、時間来ておりますので、はい、簡潔にお願いします。まあ、あくまでも効率的、その効果的なシステム構築を目指すものでありまして、個々の業務運営に関することをもう口出しするつもりはございません。したがいまして、そのデジタル庁設置法の下でのデジタル庁の権限が地方自治を侵害するものではないと考えております。終わります。次に足立康史君。